おはようございます。金沢駅にいます。今から新幹線白鷹に乗車し、新高岡に行きます。初めて北陸新幹線に乗車です。金沢駅を出発しました。昨日乗車した花嫁のれんの4番ホームが見えています。新高岡駅に到着しました。新高岡駅のホームにベルモンタのナビゲーター、左からモンターニュ王子、ベル、エメール姫の絵が飾られていました。ベルモンタの始発砺波駅に向かいます。砺波駅に到着です。メロディーとともに観光列車ベルモンタの入線です。モスグリーンにゴールドラインが素敵です。ベルモンタに乗車しましょう。まるで緑の絨毯の上を走っているような感じでした。右側の窓は大きな額縁をイメージしただけあって、とても長い窓がついています。左側は普通の窓です。ここの右窓が一番長そうです。石板で言えば 7A、7B、8A、8B あたりがこの列車では一番良い席でしょうね。左側には名産品の品が販売されていました。マツコデラックスさんの写真も貼られていました。番組で紹介されたのかな。メニューが置かれ、地酒やお寿司を注文することができます。釣り革はベルモンタ風にアレンジされていました。ベルモンタは高岡駅を出発しました。これからこの列車の見どころでもある高岡駅上花線2番ホームから氷見線7番ホームまで移動します。その間にある愛の風富山鉄道線の線路をまたいで行かないと氷見線には行くことができないため、一度高岡駅を出発し愛の風富山鉄道線を通り、再度高岡駅氷見線7番ホームに入るという荒技を見せます。これも観光列車であるベルモンタのイベントの一つなのです。とても楽しみです。ベルモンタは進行方向を変えて、再度高岡駅の上花線ホームから氷見線ホームに構内を移動し、愛の風富山鉄道線を横断します。愛の風富山鉄道の協力があってできるので、とても貴重な体験になります。ベルモンタは大きく蛇行しながら右端の氷見線7番ホームに入るため、左の線路から右へ右へと線路のポイントを越えていきます。動画を見てもらえればなんとなくわかると思いますので、少し見てみましょう。先ほど左側に停車していたタラコ色の車両が線路を挟んで少し奥にいますよね。さっきは真横を通り過ぎたと思います。
時に再度、入線です。左側に、忍者、服部くんにラッピングされた列車が止まっていました。見れて嬉しかったです。富山市の職人さんの許可をいただいて撮影させていただきました。これが列車内と思えない光景ですよね。当日でもネタがあれば、握りセットを注文できますが、私は予約しておきました。当日ないなんてショックですからね。列車内だけシャリ玉を使って握っているそうです。あ、はい。見るからに美味しそうなお寿司が並んでます。早く食べたいですね。ベルモンタは高岡駅を出発しました。これから絶景のある氷見線を走ります。ワクワクしますね。富山市の店員の方が座席までお寿司を運んできてくれました。ハタ、キジハタ、カガミダイ、バチ、レンコダイというネタです。すべて白身なので同じように見えますねと言ってしまいました。これが今回の握りです。確かに同じ白身のお魚ですね。どれも回転寿司ではあまりお目にかかれないお魚たちです。あっという間に無くなってしまいました。デザートにバームクーヘンをペロリと食べました。海が見えてきました。今日は天気が良いので最高です。海から飛び出した岩が大岩です。名和が見えてきました。海越しの立山連峰を望むことができる絶景ポイントですよね。今日は見えなかったですが、一度は見てみたいと思います。義経神社付近にはたくさんの方がベルモンタを撮影、見送っていただきました。源義経が頼朝に追われて奥州へ逃げ延びた際に岩鏡に遭いまして、弁慶が大きな岩を持ち上げて、ビューポイントでベルモンタは停車します。義経の上には義経神社がありまして、ボランティアの観光ガイドさんが天原市海岸からの立山連峰の写真を見せてくださいました。これがね、11月から2月ぐらいで、年間見えるのも50日から60日ぐらいなんです。今日はいい天気で良かったです。また12月から2月頃の立山連峰を見に訪れたいと思います。天原市駅を出発です。
供たちが出迎えてくれました。嬉しい歓迎です。ベルモンタを見送ってくれる台の上にもたくさんの子供たちが見送ってくれました。終着、氷見駅に到着しました。ブリの法被を着た女性が迎えてくれました。富山市の職人さんが優しく声をかけてくださいました。ありがとうございました。いい旅の思い出ができました。ベルモンタ、ありがとう。また乗車しに来ますね。氷見駅に降りました。また帰りに乗車しますね。氷見駅の床にブリが描かれているということを聞いていたのですが、消された跡が残っていて残念でした。駅の近くの通りに怪物くん、ドラキュラ、狼男、フランケンのオブジェが迎えてくれました。マンガロードの途中に笑うセールスマンのモグロ福蔵が座っていました。忍者、服部くんのポスト、プロゴルファー猿のオブジェもありました。帰りのベルモンタの終着駅、高岡駅に降り、乗り換え時間を利用して、高岡駅のドラえもんオブジェと万葉線のドラえもんトラムを見てきました。とても可愛らしかったです。高岡駅から新高岡駅まで上畑線で移動します。新高岡駅からは北陸新幹線で金沢まで移動し、今回のベルモンタの旅は終わりです。ベルモンタはおすすめですので、一度乗車してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。